Hello everyone! 長谷川潤です。Welcome to Glenwood Heart to Heart。心と心を通わせる場所。一つのテーマをもとにゲストと語り合います。今回はモデルで女優の水原希子さんとのトーク、パート2をお送りします。テーマは Navigating North。韓国とか中国に活動の場を広げようと思ったのはなんでそうですなんか アジアのエンターテインメントが好きだったっていうのが例えば香港映画がすごく好きでウォン・カーワイのすごい私は結構ファンだったからウォン・カーワイの映画に出たいっていうのは今でも有名なんですけどなんかあと中国映画とか台湾映画もすごく好きだし韓国映画も韓国ドラマとかもすごく好きでやっぱり。 隣の国なんだけどカルチャーが全然違うから、うん、なんかでもちょっと親しみを覚えるような部分もあったりとかして、うん、なんか常にこうアジアって私にとってなんか魅力なんですようだからそれであのアジアでもっと活動してみたいっていうのと、うんうん、あとは実際向こうに行っていろんなカルチャーを知りたいなっていうのもあって、うんうん、それで結構。 あの頻繁にアジアに行く機会が増えたかな、うん、今のあの子 <coughs> の中国語はどうなの全全然ダメえ然勉強しては正直してない <laughs> <laughs> でも向こう 行く機会が多いからいっぱいこう入ってくるんていうかなそのその都度その都度覚えていくんじゃないちょっとずつ友達も結構できたからその都度その都度覚えるけどみんな結構英語ができちゃうからそれで割と英語で喋っちゃったりとかしてでもんか悪い言葉だけはほんとすぐ覚えてそういうんかスラングみたいな飲んでる時とかに楽しく使える言葉とかしか覚えてないんですけど。 残念ながらここでは言えるような言葉はちょっと「<laughs> <ん>おピーっ!」ってなっちゃうから。<laughs> ねでもさ貴子韓国語とか、うん、勉強した勉強したでしょ勉強したそれは自分韓国のハーフだからそういうルーツに、うん、カルチャーとかを、うん、そうその韓国語をやりたいなって思った時期に一気に韓国人の友達が増えて。うん なんかあとその日本に住んでた、えっと、私の親友になったももちゃんっていう友達がいたんだけど彼女がなんかとても大きかったっていうか、うん、彼女ともっと100%でコミュニケーションできることがしたいなと思って自分は韓国語を覚えてみようって、うん、あと意外と簡単そうだったからやってみたらできたっていうのもあったかもしれない。うん、あ本当に 簡簡簡単簡単単ああ、うん、結構簡単だって私ができるくらいだから私は本当にもう学校とかも全然ダメく分かんなかったもんね全く分かんなくてお母さんも話せないんだ,っけだからまず、えー、と韓国語の読み書きを先に覚えた方がいいって言われたから韓国語のその仕組み、うんえー なんかローマ字みみたいなな組み合わせなんですよね、うん、だからこの右の音がこれで、うん、こっちの音が「A で、うん、こっちの下の音があとねなんか最後の「ん」とか「ぶ」とかんかねうまく説明できないんですけど、うん、あるんですよ基本さえ覚えちゃえば組み合わせによってもすぐ読めるようになっちゃうんだ。 だからこれは M だとかこれは N だとかそういう組み合わせになってから結構簡単でじゃ意味が分かんなくても読めちゃうんだそう読めちゃうわだから今読み書きはできるすごいだからでも組み合わせさえ覚えればできるから最初にそれをちょっとダメ元でやってみて独学でやって。 ちゃんに全部テストしてもらってうちの妹にしたら全部まるでできたねみたいなすごいあとさキコのおうちにあれ貼ってあったんでしょ例えばなんだろう鏡に鏡の何韓国語とかう書いたりとかしてたんだけど炊飯器とか冷蔵庫とか冷蔵庫って書いて「ねんじゃんご」って書いてあるねんじゃんご。い似てるカカババンンもだし うん、そうなんんだ結構、ね、似てんですよ<ー>多分日本の人は韓国語はすぐ覚えられると思うだから普通に会話できちゃうんでしょうきこういやそんな普通に会話できるほどのもうちょっと忘れちゃったけどあんまり使ってない普に使ってない使わないと忘れちゃうよね、うん、私もう日本語やばいもん全然大丈夫子供たち <laughs> もう3歳と5歳だからさ、うん と話す機会しかもうなくなっちゃったから、ハワイにいる時。うもう全然出てこない単語とか使ってないと。え、今全然出てきてます。<laughs> う<ー>ん。うん。ギリギリ。そんなことないよ。<laughs> そうか、すごい、うん。だから、そう、こ、言葉はでも。やっぱり。なんか楽しいですよね。違う,う国の言葉を覚えるってあとさ、考え方がこう。うん、広くなるっていうかさ。うんうんうん そうなんか日本語にある意味じゃないものって他の国にたくさんあって、うん、日本語では説明できないけど、うん、この国の言葉だったらなんとなく分かるみたいなことだったりとかそれは英語にもあるし、うん、日本語にもアメリカの人には絶対理解できないような言葉だったりとかっていうのはきっとあったりするからなんかその考え方が広がるっていうのはすごい分かる。うんうん、でもキコは韓国と アメリカのハーフだけど、はい、日本生まれあ違う日<本>テキサス生まれの日本育ち<う>でまあ韓国語を覚えて韓国もで活躍してる、うん、中国でも活躍してる、はい、そのそれぞれの国の、うん、なんていうのかなエッセンスでこう学んだ、うんうん ことって何例えば日本から何を学んだんアメリカから何を学んだこう学んだっていうかまあもう日本で育ったんで、うん、やっぱりもうそれはすごいなんか自分のベースに流れてるというか、うんうん、一番話しててカンフタブルな言葉はもちろん日本語だし。うんうんうん うんだから多分逆に海外に行って思う,そうその自分のユニークなアイデンティティ、うん、その日本人っていることは何だった、うん、と思うえっと今まで、うん、なんだろういい意味だったのかわかんないけどうん,うん神戸にいた時とかはやっぱりこうあんまり自分の主張っていうものができなかったっていうのがあったかも。んなんか自分のナナショナリティを すごい恥ずかしいとと思っっててたことがあ他の人と違うからそれがこうあんまいいことじゃないっていうふうにそれ韓国とアメリカのハーフであったことっていうふうに思ってたことがあってんかも日本の,あの友達がいっぱいいたから、うん、なんかその中で自分だけ顔立ちも違うし、うん、なんかちょっとそれが恥ずかしかった。うん、でも東京に出てきてき んちゃんとか本当にそのビビのモデルの子とかいろんな人に会ってなんかやっと自分が自分らしくいれるっていう環境ができてでなんかそこでちょっとそういうのはなくなってきたんだけどなんかそれでもやっぱりまだ例えばアメリカの人と話すとなった時に遠慮しちゃうみたいなことっていうのはあってこう自ら話しかけたりとかなんか気軽に。 向こうの人って会話を始めるんなんかそれができなかったなんか一大事だ <laughs> のことだ一大事だと思っちゃって <laughs> でも韓国にすごく行くようになって、うん、韓国ってなんか、うん こう言ったらなんか分かんないけどこう大阪っぽいっていうか、えー、そうなんだなんそういう温かみをちょっと感じた、えー、なんか自分が神戸にいた時のことをちょっと思い出すっていうか,うんなんかみんながなんかど,どこのごはん屋に行っても、うん、そこのママママさんはみんなのお母さんみたいな,、えー、なんかそういう感じってなんかとても懐かしい感じがしてアットホームでみんな自己主張結構激しくて。う そうなんか食べるのも大好きだしんか韓国はあと、うん、エンターテインメントすごい面白いなって思ったうん、うん、結構アメリカのエンタメにすごく影響を受けてるからんか音楽とかも90年代の音楽とかはヒップホップとかすごいたくさんあったりとかしてうん、うん、結構そのミックスな感じっていうのが面白くて LA とかに行くと本当に、ね、コリアンタウンってすごく大きいけど。 なんか私が聞いたのはやっぱりそういう LA に住んでた韓国の人とかが結構帰ってきて韓国にそれでプロデューサーになって音楽作ってたりとかなんか割とそのミックスなカルチャーを持ってそれで韓国に帰ってきてえっと韓国のエンタメをやってる人とかがいるとかいうのを聞いたからなんかすごいああなるほどなっていうことを感じた。だかからみんな結構英語とかも なんか結構話せたりとか,うん、うん、かそういうイメージそうなんか音楽とかも割となんだろう、うん、ちょっとこうアメリカっぽいっていうかんかあそういうところから来てるんだなみたいなテレビ番組とかも割とそういうの多いし香港は本当になんかあのなんだろうビジネスの土地でもありあとは女の人と男の人が。 普通にに平等に仕事してる感じがあるそれは結構なんかサプライズだサプライズっていうわけでもないんだけどなんだろうあこんなに普通に女社長がゴロゴロいるんだみたいな,なんかあんまり日本にいるとそういうのって見ない特にエンターテインメント業界は割と男の人は結構多いからあんまり見ないなと思うんだけど。 私の,タイあの香港の、うんあのー、人も女社長だし、うん、結構女でバリバリ仕事してる人めちゃめちゃ多いから、うん、あ別にあこれが普通なんだみたいなふうに感じたのは、うん、その香港だったかもしれない。<ー>うん、なんかあとこうみんな早い話が早いっていうかすごいビジネスビジネスみたいな,、うん、なんか結構面白い。 場所でしたなんかすごい仕事をしていくという意味でいろんな勉強になった場所だったし結構本当にいろんな国から結構大きいプロデューサーだったりとか監督とかが来ていろんなものがコネクトする場所でもあるなっていうふうにも感じたなって感じかな。そそうななななんんんだ知らかかった女性が そんなパワフルな女性がいっぱいいて社長がいっぱいいてっていうの知らなかった中国も結構いっぱいいるみんな割と平等で女も男もみんな友達みたいないいね割とそういう感じうん何年か前にさキコオープニングセレモニーっていうブランドとコラボしたよねあれも結構前になっちゃうんだっけ結構前あれに五年前5年前とか あれ初めてそのデザイン経験だったのそうどうだった楽しかったあのやっぱり洋服はすごく好きだったから、うんうん、作ることは今までしたことがなかったから、うん、まあ本当にどういうものが出来上がるかってすごくちょっとドキドキしてはいたしでもあの作りたいものが作れたし。うん あのアメリカのオープニングセレモニーの人たちもとても喜んでくれて、うんうん、それをきっかけに、なんだろう日本のストアだけじゃなくて、うん、アメリカと LA のストアにも私のコレクションが並んだから、リアーナとビヨンセが来てくれたんですよ。インスタで見た、それすごくない？<laughs> そうそう <laughs> でもすごいなんか、しかもそれすごい受けたのが、うん、なんかビヨンセが私ヴィーガンになるって言った日に <laughs> 私が作ったピザ。 ののプリントの <laughs> 私もなんでピザのプリントの服を作ったのかも自分でも分かんないんですけどピザのプリントの服上限でレギンスとトップスを着てくれてだからすごい話題になったんですよ。ー,ビーガンって言ったらピザ着てんじゃんみたいな。それが多分彼女の作戦だったと思うんだけどぴったりの服があったんだなみたいな。 リアナは二回来てくれて、すご,すごい嬉しいよね。えじゃあもともとそういうデザインとかしてみたいって思ってたの？思ってた。子供の時の夢はモデルとデザイナーだったの。うん、すごい。両方叶ったね。ちょっと叶った。えその話は来た話。うん、来た話。なんかーオープニングセレモニーからなんかキコちゃんと何かがやりたいんだけど、うんうん、なんかどういうことしたいですかって言われて。 私は最初なんかすごくランジェリーが好きだからうん、うん、ランジェリーのコラボをしたいって言ってたんだけど、うん、あだったらもうそれだけじゃなくて、うん、いろいろやりましょうみたいな話になってでそこからなんか最初のやつが評判良かったから、うん、34回ぐらい続けてやったんだけどうん、うん、ちょっと忙しくなっちゃってできなくなっちゃったけどそうなんかあの、うん、いや楽しかった。 え、うん、いい験でしたえでそれ、うん、今じゃ、うん、自分のブランドを立ち上げて、はい、オフィス機構,オス機構 OK それはいつ ?4 月の15日に発売なんですけど、うん、あれ今までは発売されてなかったの今までは発売してたんですけど、うんうん ウェブショップだけで本当にそれは割と自分のサポーターっていうかファンの人たちに向けて私と妹が描いたイラストと友達のあれいいたたんだイラストと茂木モニカちゃんっていう友達のフォトグラファーが撮ってくれた写真をコラージュしてパーカーと T シャツにプリントして発売してあとは「気候」。 て書いる帽子とかあとて書いる帽にんかもうグッズキコちゃんグッズみたいなそういう感じのそういう感じのからまず始めてでもんか「OK」のコンセプトとして型にとらわれないブランドにしようと思って当にこに何か面白いことができる場所という名のブランドにしようと思っていてなので。 それは第1弾でちょっと面白半分でやってみたっていうのがあるんだけどこれからは本当に洋服をメインでやっていくっていうよりは割と雑貨とかライフスタイルに関わるものをやっていきたいなと思って私が洋服をやってももうあんまりサプライズっていうのはないなって思ってでも洋服も好きだから最近だと野口剛さんの「マインデニム」っていう ブラランドとコボをしたんですけど OK がでの本当に質のいいデニムをただ作ったっていうそれだけなんですけどそれももうちょっとしたら発売するんだけどだから本当に作りたいものとんか楽しいものを作ろうっていうあとはドン・キホーテとコラボっていうわけではないんですけど私がドン・キホーテに置きたくて。 それで割とそこに向けて作った商品があって基本ドンキで売れてるものをちょっと私色に染めてやってみようっていうので、うん、スリッパとかローブとかバスタ今履いてるスリッパラブスリッパ紫のありがとう嬉 <laughs> しいそうとかをあとは今後出るのはヘアピンとかチョーカーとかアクセサリー類もピアスとかイヤリングとかで夏は浴衣とか。うん 水着とか浮き輪とか出るんだけど全部低価格に割としていきたいなって思ってて基本はドン・キホーテとあとはキディランドとかラフォーレとか割とそういうとこでなるべく低価格でやりたいなっていうのが目的でいろんな人に手に取ってほしいからそういう気持ちでやりてます。そののドンキホーテ アイディアはキコのアイディアだったの。そう。おお、なんかすごい面白いなって思った。私が去年 L.A. に行ってたんです、三、うん、ヶ月。うんうん、で、その時なんかあのいろんな人にこう、うん、アメリカの皆様に顔見せをなんかして回ってる時期があって、うんうん、だからこうなんだろうそれはなんか自分にとってすごい良かったっていうか。うん 人に「あなたはどういうところからどういうバックグラウンドがあるの?」とか「どういうところから出てきたの?」とか,なんか自分のことを聞かれる機会がすごく多かったからなんかそれをきっかけに自分の幼少期のこととかをすごい考えるようになってで私はなんか決して別に裕福な家庭で育ってきてはなくてなんか割と普通,に普通の子だったのでほんとドン・キホーテとか行って。 とかドン・キホーテに結構その中学生の時とかよく行ったりとかしてたなとか思い出してんかある意味ちょっと青春を過ごした場所でもあったなとか思ってうん、うん、なんかそれでまあドン・キっていいじゃないですか24時間やってるし <laughs>、うん、時間やってるか,か結構割と長く空いてるし、うん、なんかいろんなもの揃うし。うん でも最近ドン・キホーテに行ってなんか新たな発見があってメガドンキとか本当に品揃えがめちゃめちゃよくて綺麗ででトイレももうあのジェンダーフリーっていうかそう割とね先を行ってすごいドンキそうなのってるの自分が女性だと思えば女性はトイレに行っていいよっていうジェンダーフリーなんで,すよで結構外国の方もたくさん雇って。 こういろんなあの人種の方が仕事してたりとか積極的にそういうことをやっている会社でもあってうすごいこう自分が考えていることとん,なんかいろんなものがリンクする場所だなっていうふうにも思ったからだから「うん<ー>そう。大きのブランドは、うん、もう自分のブランド自分で出資したブランドです。わ さその自分で出資して自分でやるってなるとさやったもちろんやったことないわけじゃない、うんうん、どうやって作るの、はい、働かなきゃいけないんですけど <laughs> まずは私がお金を作って<え>私自身が働いてあと人を雇うとかう結構大変あの工場を探すとかそれはでも手伝ってくれてる人がいる人がいるんだいるでも彼女と仕事をするになだってもちろんね、うん、そのお金は。 発生するけどでもまあもうでもビジネスウーマンになっちゃっていや,いや一回か,かけてみないとなみたいな感じで、うん、こううん何か、まあ、ずっと自分のことを責任取ってきたつもりでいろんなことはやってきたけど今まででも自分の会社を持っていろいろやっていくっていうことは、うんうんうん いろんな面で金銭的な面でも、うん、全部自分が負担しなきゃいけないっていうことだから、うんうん、まあちょっとドキドキするけど、うん、でもこの世の中にそれをできてる人っていっぱいいるから、うん、大丈夫だろうな、ね、とも思ってる <laughs> そうねそ,ううえそのクリエイティブの方だけじゃなくて、うん、ビジネスの方にも関わってるのえっと 割とでも基本はやっぱりア,アイディアうん、うん、この商品に対してこういうデザインをしたいとか割とそういうそっちの方が考えることの方が好きだから割とそっちの方ばっかりやってるけど、うん、でも戦略的なことを多分ドンキでやりたいとか、うん、そういうのとかは割と自分でだから、うん、アイディアだけ頭にポップしてうん、うん、それを言って、うん、あとは。 自分のマネージャーの人とかに何となくつなげてもらったりとかでも結構面白いことにつながっていくんですよね、うん、なんか言ってみると、うんうん、言ってみるもんなんだよねあと考えるもんだよねそ<う>考えてみるもんだよね、うん、考えてみるものだと思う、うん、なんかあと本当に日常にいろんなアイディアが散りばめられてるっていうか、うん、なんかそういう感って言ったらもう何だろう 感化って感じなんですけどでもそれを信じるのがすごく大事だなと思って <laughs>、うんうん、例えばそのドンキのことも一瞬浮かんだけどでも別にそれを無視することもできた、うん、でもなんかそこをこう一生懸命考えてみるじゃないけど、うん、なんか。 なんか面白そうと思っても「いやいやでも」とか思わずにうん、うん、なんかばっかげてても信じてみるみたいなことをやるように結構なってきたかもしれないなんか結構笑われるなんか最初ドンキとか言っうなハッ!」とか笑われてうん、うん、でも「いやでも本当の意味は分かってないんだよな」みたいな。うんうん、だっっててドンキって本当に いいろんな人にととっって割身近でで手取り早く楽そうう場所だからどこにでもあるしんかそういう一番身近なものを自分は作っていきたいなって思って身近だけど可愛いものんかそういうものがあってもいいなってあと今色があんまりんかないなって考えててんかいろんなとこに行ってこれは自分が引っ越しをした時にすごい感じたことだったんだけど。 引っ越しをし,して家具を買おうと思った時に、うん、あなんかベッドシーツとかいろ、うん、んなこうカーペットだったりとか,、うん、なんかカラーが私はすごく好きだから、うん、なんか色をいっぱい使ってるものが結構少ないなと思ってでも私は子どもの時ってクレアーズとかに行ったらすごい派手なものいっぱいあったりとか、ねうんうん、雑貨屋もたくさんあったし、うん、でもそういうものがなんかあなくなってきてるんだっていう。 なんか部屋にこう無駄に飾る例えばビーズカーテンとか, <laughs> なんかそういうかわいい面白インテリアみたいななんかそういうものが子供の時いっぱい部屋にあったんだけどなんか今ないなと思ってうん、うん、でも何か何気にそういうものって結構なんだろうすごい自分の子供の時に大きな影響を与えてたんだな自分にとか思うこともあったりしてうん、うん、だから割とこの商品は。 ドックにドンキのものに関しては本当にティー,ンティーネージャーっていうかうん、うん、本当にもう小学生から中学生まあ別に幅広く高校生とか大学生とかでもいいんですけどなんかちょっと子のの気持ちに戻れるようななものを作りたたいなと思ったんですこれからの OK はどういうふうにしていきたいこれからは、うん、でもあの型にとら,とらわれないブランドなんで。うんうん 最初は割ともう雑貨をやり続けようとか安いものだけやっていこうとか思ってたんだけど今はそれもやめてもう本当にいろんな人に受け入れられるような面白いブランドになりたいなと思ってまあその多分チープラインはずっとやっていくけど今ある企画でこれはちょっと詳細は大きくは言えないんですけどあるアーティスト女性のアーティスト女性女性のアーティスト の方とトランスジェンダーウーマンなんですけど<ん>トランスジェンダーウーマンのアーティストがいるんですけど<ん>彼女とコラボレーションをして<ん>クチュールを作るっていう<ん>でもそれは多分あなんだろう美術館とかに展示されるくらいの感じのものになると思うんですけどんあんまり彼女ってアーティストなんだけど衣装を。 とかも今まで作ったりとか手がけたりとかしてたことがあって、うん、結構面白いなんか本当に何、うん、だろう非現実的なんだけどすごい夢みたいな、うん、なんかすよ、うんね、すごいこう本当なんかアニメのキャラクターに出てきそうなような。うんうん、でなんかそれをこう現実に、まあ、あ,るある意味ファッションファッションに落とし込んだらどうなるのかなって思って、うん、で企画を立てて。うん であるブランドの方に、うんまあ、ブランドというかセレクトショップの方にこのアイデアを伝えたら面白そうだねっていう話になって、うんうん、まあ出資は私がやるんですけど、うん、なんかその場所だからそれこそさっき言った OK は場所だからその場所を作ってうでもう完全なるフリーダムを与えて、まあ、そこまでね現実的にどうやって作っていくかというプロセスはあるけど、うんうん、なんかそれ,をそれができたら、うん、本当に。 面白いなと思って今その企画もあるしそれこそ OK で、うん、例えばショートフィルム作るとかいろんなことをできるような場所にしたいんですよ、うん、だからこう OK はもう場所,場所いいね、うん、ブランドではなく好きなことをできる場所、うんうん、最終的に私は別に関わってなくてもいいっていうか、うんうん、本当に若いアーティストの人がこれやりたいって言った時に あじゃあここで何かやっててててみよようっっっっ言ややなんかやっぱり私がやってるってことで多くの人に知ってもらえるきっかけがあるからんなんかそれだけですごいこうなんだろうこの世の中にいるたくさんの人に見てもらえる場所になれるのかなんだなんか新しいカルチャーを作ってる感じがする、うん、そうですねうそういう感覚よくわかんないんですけどどうなるか。 でもやってみ,るって,みてる面白い <laughs> キコはやっぱり面白い <laughs> 面白白いてまだ成功はで,きできてるかとかちょっと分かんないんですけどちょっとこれからどうなるか楽しみ<は>ドキドキワクワクだねちょ,そうちょっとそんな感じいや最近はもう本当ににんか癒しをすごい求めて癒しうん,うん。 結構忙しいから、どういうことが癒される？ママと一緒にお話し,したり、<laughs> ママはこっちに引っ越してきたんだよね。だからもう毎日ママと過ごして、一緒に住んでるの？一緒に住もうと思ってる。うんえー、そう、今は違う家があるんだけどほ、うん、ほとんどそっち帰ってなくて、うん、もうずっとあの。 ママと過ごして猫が3匹いるから3匹もいるんだそう猫にくるそうでも3匹もいたんだ3匹もいるうわお大家族じゃんそう猫と過ごしてんかでもそういう生活がもう一番大事今素敵たまに友達と遊んで そうでもなんかやっぱ家に帰ってくるとほ,ほっとするからうん、うん、そういう場所があってよかったなっ、うん、よかった、うん、<laughs> 新しいことを始める時はやっぱりまだ怖い、うん、もう怖くなくなってきた、うん、例えばそのブランドやろうとかやっぱりさっき言ってたみたいにその感をじうん、うん、信じようって思う,んうん、うそうなんか怖くはないけど、うん 大変だなとは思うやっぱり誰も、うん、誰もやってきたことが割とないことだし、うん、OK とかに関しては割と本当に自分とすごい少数の人でやってるから先がが割と見えなないいいっていうかか想像つ怖かったらもうできないからもう楽しむしかないしもう巻き込まれるしかないし。 うん、割とそういう感じになってきたから怖くはないけど、うんうん、たまにやっぱりこう疲れるからだ、うん、<laughs> からやっぱり母と一緒にいたりとか,、うん、なんかプライベートの時間が本当に大切になってきてプライベートでもう変な労力を使う時間がもう本当にすごい影響してきちゃうからいろんなことに。うん、なのでできるだけ一番自分が フラットでれるる環境を作ことだから今結構でもハッピーかったでもキコってさ今までなんだろう今ももちろんそうなんだけど一生懸命愛を持って仕事をしてなんかさっき言ったみたいにオールインみたいなスタンスでやってるわけじゃないでそれなのに勘違いされたりとか。 なんかファンとかメディアに叩かれたりとか、うん、そういうこと今まであったじゃない、うん、いっぱい。ねえ<ー> <laughs> それってさ、うん、どうやって立ち上がるのどうやって乗り越えてきたうん、まあ、だってつらいのはつらいじゃん言葉。だけどそれをブロックできるようになったそれともやっぱり刺さる刺さるけどでもうん。 かといって、うん、私のサポートしてくれてる人もすごいいっぱいいるから、うん、なんか自分が結局どっちに行きたいかっていうことなんだなとも思う。あと私が感じてることとかやっぱりこれは事実だし、うん、そのき私が感じてることは事実だから、うん、なんかそれを伝えて。 まあ誤解させてしまったりとかまあ、ね、い,ろいろんなことで叩かれるたかれてきたけどでももうここまで来たらなんか別にもういいやみたいなんなんかもう最初は,はもうこれ以上なんかもうならないようにもう言わないようにしなきゃでもここ気をつけようとかもう周りもきっとそう思ってただろうしうもう言わないでほしいなとかでももう。 しょうがないそういう気持ちが芽生えちゃうからしょうがないし、うんうん、あとでも最近はむしろもう私が何か言ったこと一言に対していろんな人がそれにそのことについて議論することがすごい面白いなと思って、うん、なんか You're Yes conversation starting a conversation.、Yes. そ,うそうなのだ,、ね、そうだからそれが結構面白いなと思って、うん、だからなんか傷つくというよりも何か。 例えば女性のライツのことに関してもなんか一言言っただけでみんながそれに対してこう「いやでもこれは違うんじゃないか」とか「いやきこちゃんそれは正しくないんじゃないか」っていう人もいたり「いやそうじゃない」ってもう,もうそろそろこうやって女性が自分の意思を伝えてあの行くことが大切だとかなんかなんだろういろんな議論が出てくる。やっぱりあんまりあまま今でそういういことをして こなかったと思うんですよ。なかったことにしようみたいなね。なかったことにしようっていうことがそうじゃない。これについてとことん話し合おうっていう感じになってきてる。だからネガティブな感じになったとしても、そのみんなが話してることが大事。うん。なん声を出し始めてることが大事って気候は思ってる。思ってる。でも、それはアメリカもそうじゃないですか。例えば、何か起きた時には。 その大統領だからそれが結局世界中で起きてるんだなっていうふうに思っていてなんかみんながそういう思考になってきてるっていうかみんながこう自分はどっちに行きたいかっていうことをすごく考えてるだからそれは一瞬ネガティブに取られがちだけどそうではなくてその炎上がネガティブっていうことではなくて SNS の,そのまあ,ある意味本質っていうかパンって何か 投げかけられれたににそついてててて話し合っっっわなくことが炎上だからまあもちろんいろんな炎上あると思うんですけどなんかこう最近はもう見ないもう出すだけだ出して出してよしみたいな「もういいじゃもういいや」みたいなもちろん見るけど本当の意味で見なくていいものはもう見ないようにしてる覚悟して出して。 出,す出してていいるっていう、うんうん、でも私はその自分のなんか生き方を考えた時に何かやっぱ普通に生きてきているので何かこうなんだろう誰かにどうこう言われることも別にしてきてないと思,う、うん、<laughs> 思ってるんですよ。 だかからなんかそのことで議論が巻き起こるのも結構面白いけど何かでも私の存在がこうポジティブな意味でこういろんな人のこうマインドをチェンジしていけるようなそれはなんだろう私の人種っていうことにつおいても女性っていうことにおいてもなんかそういうチェンジになるきっかけの存在になる れるのであればもう別にネガティブな意見が出ても、うん、まあいいやみたいな私にはもうママと猫がいるから、ね、<laughs> <laughs> もうそれでもうだってそのシンプルなもので私はもうハッピーなんで、うん、別にもういいやってでも私は、うん、純ちゃんにすごい感謝したいのは、うん、純ちゃんが本当にあの現場とかでさっきも言ったけど、うん、みんなに一人一人のスタッフに。 もう優しくて対等でなんだろう純ちゃんってこう目上の人にこうとか下の人にはこうとか、うん、結構扱い変わる人っていっぱいいるけど、うん、純ちゃんだけは本当にフラットだった、うん、私それはすごい影響を受けて本当に純ちゃんが一番最初に憧れたた先輩良かったなって思うういまだにそれはすごい自分の中に生きてて。 だからどこの国の人に会ってもどういう人であろうがフラットに接してもう普通にお話ししてなんだろうあた当たり前のことなんだけどなんかいましたあ<ー>だに私はナチュラルにそういうふうにいることが一番素敵だし人間として当たり前の姿勢だなっていうふうにすごく思ったから。 そうすごくいいあの影響をたくさん受けました純ちゃんからあ,<ー>ありがとうございましたいや <laughs> 私は逆にもう気候を見てて私はもうハワイからいつも見てる、うん、インスタとか見てるんだけど、うん、私も気候に要はそのオールインな気持ちで物事やるとか、うん、もう誰にどう思われたって自分らしくいる、うんうん、こう こととか新しいことにこわなんかどうなるかわからないけどやってみるとかそういうのすごい私も影響されてるよ。うん。そう。よかった。だから逆にありがとう。ジュンちゃんジちゃんありがとう。何かの褒め合い。恥ずかしい。え。 これからのはこれからの私、うんうん、最近でもね私なんか今、うん、今まで生きてきてなんかこう辛いこともあり、うん、その分本当に嬉しいこともたくさんあったし、うん、なんかこうかいろんな今まで感情を感じてきて、うん、なんかやっぱり。 この気持ちをこの気持ちとか感情をやっぱり表現できるのは何かお芝居だなとか結構思ってだからやっぱなんかいろんなことをやっぱお芝居っって長く続けられると思うんですよやっぱり年取ってもずっと続けれるし本当に、ね、その人物を演じるってことだからんなんかそういうのもやっていきたいし。うん モデルはちょっと分からないっていうかもちろんチャンスがあれば何でもやりたいけど最近はなんか演技ももっとやりたいなって去年と去年からやっぱりずっとそのんだろうモデルの仕事とか割と広告ものとかが多かったからなんかデザインももちろんいろいろしてたけどんかデザインは楽しい自分にとって割と 趣味って言ったらあれだけど本当に楽しい創作っていうかでも表現をするには全部自分の気持ちをオールインする場所ではないなっていうやっぱりこれは楽しいものだから自分が好きなものだからファッションっていうのはでもんかそう感情をぶつける100%注ぎ込めるのはやっぱりお芝居だなと思ったから。 なんか自分があと今年の秋から映画は何本かやるんだけど何本何本わお結構いっぱいあるすごいそれ今準備まだまだ準備始ないこれから今ちょっと時期がいつになるかみたいな話だけど今年の秋から一個は広東語を使わなきゃいけない役なのやばいよ やばい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 すごいえじゃあ広東語今勉強とかするの、まあ、もう勉強って言っても、まあ、あれもう広東語って中国語は俗音が3通りでしょうなんだったっけ、うん 読んですだねでいうんでもそうトン語は9通りになるんです音がだからもう勉強とかできないんですって聞いたら勉強とかできないみたいなじゃあどうすんのだから覚えるしかないセリフを行くのんか行ってもうたっぷりそう先生に多分それをボイスレコードしてもらってそれをひたすら言い続けて多分覚えるしかないけどそれを 英語と語語のセリフだか英語でやるのは初めて,初めてだから英語,英語でセリフって私すごい難しくて日本語のセリフでも難しいんですけど、まあ、セリフ自体が全て私にとっては結構難しいので違う言葉はそのやっぱりキコは日本語が一番楽じゃない、うん、違う言葉だと感情入れにくい。 言葉がフィックスされてるからそれがすごく言いづらいけどかといって日本語だとじゃあセリフを若干変えてもちゃんと言葉になるように持っていけるけど英語とかだとやっぱりまだあと英語ってなんか面白いのは別に正直バラバラに言ってもなんかいい言葉じゃないですか。なんかこう想像 力をん,なんか割と作れる、うん、なんか別に正しく言ってなくてもなんかだっていろんなそのね人種の人によっても英語の使い方ってアメリカでおいても全然違うじゃないですか、うん、エリアによっても違うし、うんうん、そうねそうだからフィックスされちゃうとうやっぱ多分つ普段すごい自由に英語を話してるから多分ちょっと難しいけどまあもう。うんうん 何でもチャレンジしてる。チャレンジだね。まずそれもあるし、日本の映画も一個あって、あと友達が監督する映画があって、初監督で <laughs> 日本日本の<ー>それはヤンキーのママママになるの？<laughs> やばいヤンキーの山ママ役。それは意外とできそうだなみたいな。ちょっと楽しみ。あー それは結構ね準備なくてもいける <laughs> いけるいける,る自信あるちょっと自信ある <laughs> やばい楽しみまたインテンスだね<う> <laughs> インテンスな役多いねそそえその関東語のやつは何どういう関東語のやつはどういう女性を演じるの、ね、結構面白くて、うん まあ最初に言っちゃうと、まあ、アフェアの話なんでドラマって感じドラマー <laughs> <laughs> そうでもねどっちもなんかお母さんお母さんじゃないけどなんで人妻人妻っていうか、うん、役だ、ね、ついになんかそういう役が出てきちゃうでも一方で19歳の役もやったりとかするみた全然違う、ね、作品では。 だから面白いなとやっぱちょっと大人になってきたけど、うん、だからいろんな感情はあるけど、うん、まだ自分の見た目は割と若いからうん、うん、すごい若い役もできるからなんかでも若い時の気持ちとかも分かるしだから今すごい感情が面白いから自分の、うん、だからその感情を作品にぶつけたいなと思ってなんか別にうまくある必要ってないんじゃないかなって思ってきて。うんうん、なんか最近 前まではなんか私お芝居が下手だからとか演技ちゃんとできないセリフを覚えられないし才能がないと思ってたけどでもなんかいろいろやっぱ映画とか,なんか勉,強したん勉強したんですなんかいろいろいろんな作品を見たりとかドキュメンタリー見たりとかして勉強していくうちにいろんなスタイルの映画とか表現があるなと思ってこうある監督はずっと同じキャストをどの映画でも使う人もいたりとかあとは本当に。 ストリートの人たちっていうか別に何だろう役者じゃなくて素人の人たちをあえて使う人たちそっちの方が表現がリアルっていうふうに感じる人もいるだろうしあとはなんかほん当の中華料理屋のおじさん使ったりとかさなんかなんか割といろいろキャスティングって自由だからなんか今まで自分は映画っていうのはこういうふうに作らなきゃいけないとかなんか割と一つっていうふうに 考えてたものがあ、別にそうじゃないじゃん。もっと自由でいいんじゃん？って思ってきて、自分を型にはめちゃってたのかな、うん？はめちゃってたと思う。なんかその考えに寄り添おうとうあ、自分もそっちに行かなければいけないって。んなんか苦しいけど。でもそれが当たり前だから、そういう風にしなければいけないんだって。思っちゃってた。部分が結構あって。 で同じようななな表現にっっちゃったりとか、うん、なんかん知らない間にそういう風にしちゃってたりとかっていうのがあったけど、うん、そういうのから今解き放たれて、うん、別に自分は自分のやり方で、うん、一番最初自分が「ノルウェーの森」を始めた時とか「うん、そのアイム・フラッシュ」を始めた時感情が壊れちゃっておかしくなりそうになっちゃったけど、うん、でもそれでいいのかなみたいな<ー>なんか割とそういうところになる 帰ってきた感じ,わじゃあちょっとこれからのキコのこの表現楽しみだね、うん、楽しみだけど分かんないこれでももしかしたらなんかワーストアクターに <laughs> 選ばれちゃったらまあもう何も言えないけど <laughs> でもまあ <laughs> まあそれはそれでまあ選ばれたっていうことだけでも <laughs> ポジティブちょっとポジティブ ワーストトレッサー意外と良かったりしたりするじゃないですか、ね、<laughs> 結構レッドカーペットとかまあそれと一緒の一緒のなんか <laughs> いいね誰かにとってはすごいスペシャルな存在かもしれないから、うん、それでいいかなみたいなポジティブ <laughs> 最後におまだ自分のこう向かうべき方向を見つけられていなかったり。うんうんうん 向き合うのが怖いって思ってる女の子たちたくさんいると思うの、うん、なんかそういう人たちになんかからのアドバイスある、うんうん、まあそうだね怖いことだらけだからむしろ怖がらなくていいって思う,うんなんか怖いって思うとそれは逃げきれない 自分のそれは結局頭の中にあることで、うん、私もいろんなことに対して怖いって思ってきた、うん、やっぱそれとかこの方にはまらなきゃいけないとか、うん、なんかそういうことにすごくとらわれてたけど、うん、逆にこの世の中怖いことだらけだから、うん、むしろもう怖くないそれが当たり前だから、うんうん、だからもうそれは忘れて。 自分のやりたいこと別に今日明日結果が出るわけではないから、うん、とにかく自分がやりたいと思うものにまずは向かうもしそれがなかったらそれを探す作業をする、うん、でそれを探すそれをどうやって探すのって言ったら、うん、とにかく好きなものを やり続ければんか例えば好きな監督の映画を見続けるとかじゃあもしその映画とかそういうなんだろうエンターテイメントに興味がない人は何でもいいからじゃあ公演に、うん、公演が好きだから公演に行くとかん,なんか何でもいいんだけどそうするとそっから何かが生まれる生まれると思う,うん,なんか行きたいと思う場所に行ってじゃあ A 地点に行きたい 私はどうしてもここに行きたいと思ってそこに行ったもののもしかしたらそれは叶わないかもしれないけどそこに行きたいと思わせた気持ちがその次だったりその次の地点に運んでくれることって絶対あると思っててだからなんかとにかくまず自分の好きなもの自分がワクワクするものを見つけることでとことんやるうんとことんやるで本当に頑張らなきゃいけない時は頑張るうんうん もうそういうことに尽きるとはもうなんか分かんないけどねでも人それぞれの人生みんな違うから一言では言えないけどでもやっぱりこううん自分が一番夢中になれることそれは何でもいいし人と同じペースじゃなくてもいいわけだからなんかそういうことをこう楽しみながら見つけていって。 やってみる、うんうん、それでダメだったらまた次、ねうん、別にあのいろんなスタイルの人生があるし、うん、なんか別に長く何かを続ける必要っていうのは本当,本当に別になくて、うん、別にこのものをやってみてあじゃあこれが微妙だったらまた違うものをやってみて、うん、またいろんなものをやってみて、うん、もうそれで最終的にもしかしたら何か見えてきて大きなことができるかもしれないし、ね、引いてみるとあ全部それ繋がってたんだそ<う>壁があったんだけどそれそうそうそう あるべき、なんか、なんか、it happened for a reason。そうそうそう、違う。方向性に、そこ、そこから、ね、こう、意みたいに、こう、全部が、こう、つながるんだよね。って信じたいんだけど、そうだと。結局なんか、自分が経験しているものは、すべて経験するべきものなんだと思う。辛いことも。そう、辛いことも。だから。別に。 常にポジティブで言おうと思わなくていいしとらわれる必要はないのかなっていう自分自身感じてることがそれが自分にとって一番リアルだからあとでもね一つ私にとってすごくヘルプになったのは日記を書くこといつから始めた去年っ私の友達が日記を書いてて日記書くとすごく整理ができるからいいよって。で オッケーって言って一番最初書くと本当なんか人生のことを書くぐらいの長い日記になっちゃうんだけどなんかそれが徐々に徐々に毎日書くことによって本当にシンプルに「今日はこういうことがあった」なんとかかんとかっていうことからなんかね本当に日記を書くことによってすごくストレス解消にもなるしなんか見返した時になんかああこういうふうに感じてたんだなとかなんかね すごいいろんな整理ができるし、うん、あの面白いと思う。うん、なんかセラピーだね、うん。本当にセラピーみたいな。え、ね、でも何い書いていいかわかんない。どうなって思う人には、うん、何でもいいと思う。今日はもう寝るとか、うん、<laughs> それでもいいと思う。書きたいことを書けばいいと思う。あとは例えば今日はこんな夢を見たとか。うん、なんか本当に何でもいいんだけど、なんかちょっと それは私にとって結構いいストレス解消になったり自分自身と会話してるみたいな感じになってくるからなんかもう今は日記がないと不安へえドキドキしたりとか嫌な夢とか見るとそれを全部書いてなんか役落としじゃないけどなんかほんとそういう感覚嫌なこととかあると全部バーって書いてでもすっきりするいいねうんすごいおすすめ なんか多分さっき言った方向性、うん、そのノース・スターとか、はい、わかんないっていう人、うん、多分これ日記とか書き始めたら出てきそうだよね、うん、出てくると思う,うで別に日記は文字だけじゃなくても絵でもいいし、うん、何でもいいからいい、ね、なんか何か書く毎日くとあと書くことってあんま今しないからそう

いい話いっぱいできたキコありがとうこちらこそありがとうンちゃんまだまだ私あと2時間ぐらい話せるけどワインでも買いたい確かに買ってなんか話したい感じだよねそしたらいろんな話がちょっとスリープアウトしてそうね多分 NG がいっぱいね入ってくると思うこっからは間違いないいやもうありがとうンちゃんありがとうにちょっと今度ハワイはいハワイやってきます うん、遊カ、ねうん、イトの内容ぜひ。オッケーはい。ありがとう。<laughs> ありがとう。<laughs> このポッドキャストへの質問や感想は、グレンウッド、アットポッドキャスト、ドット、c オ o ドット、JP に送ってください。Glenwood、heart to heart。ハート長谷川淳がお送りしました。See you next time!